はい、どうも、シャチクです。本日はですね、コバッチさんの大会の方に参加の方をさせていただいております。今やってるのはですね、150cc のチーム対戦っていったことになっております。自分はね、青チームでモートンを使っております。久しぶりのね、マリオカートなんでうまく走れるかわからないですが、応援のほどよろしくお願いいたします。で、早速ね、マリオカートと話全然変わっちゃうんですけども、君の膵臓を食べたいって言った映画は皆さんご存知でしょうか？そういったね、タイトルの映画をね、先日見てきました。まあ最初ね、確か小説かな？まあ小説でなんか有名だったみたいで、で、なんかそれが大きな反響を読んで、なんか今回映画化になったみたいな形みたい。なんかね、いろいろ調べてたら2016年の本屋大賞でも2位を受賞してるそうですね。そして62万部売り上げる大ヒット作みたいですね。そういった経緯もあってね、まあ、先日の土日になるんですけども、ちょっとね、見に行ってきてしまいました。まあ、非常に泣ける映画って言ったことで、まあ、隣がなんかちょっと女性の方だったんですけど、全く知らない。30歳ぐらいかな。まあ、30歳ぐらいのお姉さん。お姉さんなのかちょっとわからないけど、が、まあ、おられて、で、なんかね、めちゃくちゃ号泣されてましたね。ホットドッグ食べながら。まあ、ほんとね、ホットドッグ食べるのか、泣くのか、どっちかにしろって思いながら見ておりました。てかね、結構一人で来てる人多いんですね。僕もね、結構一人映画行くことが非常に多いんですけど。まあ、先日はね、なんだっけ、ポケモンゲットだぜじゃないわ。なんだっけ、ポケモン君に決めたか。ポケモン君に決めたっていうね、映画もちょっと見に行っておりまして、それもね、ちょっと一人で見に行ったんですけど。まあ、さすがにね、なんか友達が誘っていくのはちょっとあれかなと思ってて、一人で見に行ったんですけど、意外に一人で見に行ってる人多いんだなって言った印象でした。特に男性とかはね、まあ、非常にどちらの映画も良かったです。タイトル忘れちゃうぐらいだけどただね、家で、まあ、DVD を借りてね、映画を見るのと、まあ、映画館でね、映画見るのってやっぱ全然違いますよ。まあ、もちろんね、その君の膵臓を食べたっていうのもすごく名作だと思うんですけど、やっぱりその雰囲気がすごく重要だなと思っておりまして、例えばね、その一人で家で見るのと、あとはその映画館のあの、まあ、大スクリーンの前で、で、かつね、そのたくさんの人と一緒にね、映画を見るっていうのが、またね、その感動を増すっていうのが、やっぱね、あの独特の雰囲気がいいと思いますね。なので、この動画を見てる皆さん、まあ、一人映画ってね、なんかちょっと緊張するなとか、ちょっと嫌だなとか、まあ、そういったことをね、考えておられる方もね、結構おられるかもしれないんですけど、意外にね、一人で行かれてる方もおられますので、ぜひぜひね、一人でもいいので見に行ってください。むしろね、一人で見に行った方がいいかもしれない。まあ、どうせね、映画館ではね、隣の人とも話すこととかできないんで、映画やってる最中とか。まあ、そういったことも考えたらね、別に一人で行ってもそんなに変わんないんじゃないかなと思いますね。それにね、まあ、人に合わせないでいいっていうのもあるんで、まあ、自分の見た映画を好きな時に見れるということもあるんでね。って、おいおいおい、トゲゾウ食らうのかよ、良いで。まあ、映画の話をしてたら、まあ、トゲゾウ食らうといったところですね。余裕だけど。ってことはあれか。青チームで首位は自分ってことだったんかな、さっきは。で、上位の1から3位は赤チームっていったところですね。すいません、全く実況してなくて。ごめんなさい。本当にね、僕雑談好きなんで、基本的にね、実況はしないスタイルです。雑談でやっていくスタイルなんで。で、さて、本題にまた戻りましょう。まあ、君の膵臓を食べたいっていう、まあ、非常にね、インパクトのある、まあ、タイトルの映画なんですけども、まあ、なぜね、そのタイトルになったかと申しますとね、まあ、なんて言ったらいいんで、ちょっとネタバレになってしまうんで、ちょっとほんわか言うんですけど、まあ、例えばね、牛さんがいます。で、牛さんもね、まあ、ニワトリでもいいんですけど、まあ、膵臓があると思うんですよ。で、なんかその、まあ、動物とかの膵臓とか、まあ、胃とかで何でもいいんですけど、この部位を食べることによって、その自分の、まあ悪いところ、まあ例えば膵臓ですね。まあ膵臓が悪いんで膵臓を食べますと。そしたらね、その膵臓の病気が治るっていった説が、なんかその、どっかの国であるそうで、で、それにちなんで、なんかそのタイトルがそうやって名付けられたみたいですね。あとね、もう一つちょっと由来があって、まあ映画の最後の方に出てくるんですけど、ただね、そっちの方はちょっとネタバレになってしまうので、まあ、今回のこの動画の方では言わないことにします。ぜひね、劇場の方で、映画館の方で確かめてください。
あとね、まあ、非常に、まあ、感動する映画なので、まあ、ハンカチとかティッシュとかね、持っていった方がいいかもしれないです。意外にね、映画館で泣いてた人多かったので、僕は全然泣いてなかったんですけど、ふーんみたいな感じで冷静に見てました。僕ね、あまりね、感情の起伏が激しくない方なんで、割とポーカーフェイスなんですよね。なんかあまり人前で泣いたりとかね、なんかめっちゃ落ち込んだりとか、逆にね、めっちゃ嬉しいわみたいな感じになったりとかね、あんまないんですよ。結構ね、淡々と何事もやっていくみたいな感じなんで、まあね、実況スタイルとか見てたらわかるかと思うんですけど、割とね、淡々と喋ってるんですよ。で、淡々と喋って、淡々とプレイしていくっていったところですね。で、なんかね、アイテム食らっても全然リアクションを取らないと。やはりその視聴者さんから撮ってみたら、もっとリアクション取った方がいいんですかね。うわぁ、やらかしてもうたとか、なんでやねんみたいな。まあちょっと極端な例なんですけど、モコウさんとか。え、皆さんモコウさんとかってご存知なんですかね。あの、なんかクラッシャーと呼ばれてる方ですね。まあいろいろなんか物投げたり潰したりとか、なんかいろいろしてるみたいですけど。まああそこまではちょっと行き過ぎか。で、なんか動画内でめっちゃ切れまくるみたいな。僕はね、結構個人的にモコウさん好きなんですけどね。ちなみにモコウさんは何年前から実況されてるんだっけな。2009年からだっけ。多分ね、8年前ぐらいがちょっとやられてて、で、なんか最初はね、ポケモンの実況をやられてましたね。ポケモンの実況は実況でも、なんかバトルレボリューションっていう、まあ Wii のソフトでやるんですけど、まあ64自体の方ならご存知だと思うんですが、ポケモンスタジアムですね。そのポケモンスタジアムの、なんか Wii 版みたいな感じの認識いただければ大丈夫かなと思います。ちょうどね、ポケモンダイヤモンドパールの時代ですね。ダイヤモンド世代。で、その時に中ポケ狩り講座っていう、なんかすごくニコニコ動画で有名だった講座を開かれてた方で、僕もね、その時に受講生でした。なので、その、モコウ先生って言っているって言った次第ですね。動画の概要欄の方にもね、モコウ先生の YouTube のチャンネルのね、URL 貼っとくんで、ぜひね、興味ある方おられましたら見てください。ただね、ちょっといろいろとうるさいんで、実況スタイルが。まああまりね、ちょっとうるさいスタイルとかが好きじゃない方は、あまり合わないかもしれないです。ただね、すごく面白い方なんで、ぜひ個人的にはおすすめなんで、ぜひご視聴のほどよろしくお願いいたします。そういえばね、ニコニコ動画とモコウ先生の2つのワードで思い出したけど、まあ、ニコニコ動画の大手実況者ってさ、みんな YouTube に来てるよね。っていうかね、みんなって言っても過言じゃないぐらい来てますよね。まあ具体的なちょっと名前を挙げるとしたら、まあキヨさんとか、あとはね、レトルトさんとか、まあ僕もね、ニコニコ動画自体がめちゃくちゃ好きな実況者でお二方とも。で、毎日のようにね、一時期は見てたんで、僕は学生時代の時は。なんかね、そう考えると、なんかね、すごい長い時間実況されてるんだなぁと思いますね。だってデビューから何年ぐらい経つんだろう。もう8年とか9年とか、ないしはね、10年とかじゃないの。まああとはね、アブさんとかもそうですし、あの方もね、確かもともとニコニコ動画出身ですよね。あとは和光さんとか、まあそこら辺とかですよね。まあ非常になんか人気だった方だと思うんですけど、あとは幕末志士さんとかって今どうなんだろう。僕もね、あの方とかめちゃくちゃ好きで、で学生時代めちゃくちゃ見てたんですよ。確かデビューがあの方たちは2007か2008年かな。なんか自分もね、中学生とか高校生だった頃なんで、その頃はまだ。そう思うとね、大手実況者の方ってすごいなと思いますね。まあ本当にね、長く継続されてるところが、まあ非常にすごいって言ったところと。まあ逆に言うとね、まあそれだけ長い期間で見ていただけるって言ったところは本当すごいなと思いますね。まあ続けるってこともすごいし、逆にそれだけ長い期間ね、ファンでいてもらえるっていうのも本当すごいことだと思うんで。まあ僕もね、まあ、いつまでこの YouTube をやってるのかちょっとわからないんですけども、まあね、可能な限り続けていこうとは思っておりますので、ね、応援のほどはよろしくお願いします。まあね、1年後もやってるかわかんないしね、正直。まあ多分やってるとは思うけどさ、こんな感じで。普通にね。まあ今のところはね、チャンネル登録者数もね、右肩上がりで、まあ、上がってきてるんで、まあ当面の間ね、まあいきなり実況はやめることはないと思うんですけどね。まあやっぱりね、チャンネル登録者数が伸び悩んだらね、モチベーションとかにもやっぱりね、関係してくるんで、やっぱね、動画の投稿ってモチベーションが一番だと思うんですよ。やっぱりね、たくさんの人に見てもらえるから、じゃあね、まあ、収録頑張ろうとか、じゃあね、実況頑張ろうとか、
思い出来るもんなんで、まあやっぱり数字とかにね、やっぱ見て現れないとなかなか厳しいかなと思います。で、今はね、まあ、チャンネル登録者数が2000人。まあ厳密にはね、この動画が出る頃にはおそらく2000人は突破してるだろうとは思うんですけども、まあこれからのその目標としてはね、やっぱりその年内にチャンネル登録者数1万人突破ですね。まあそこがまず一つの大きな目標になるかなと思っております。あともう一つね、ちょっと目標があって、あとはね、やっぱ再生数ですね。今はね、月間3万5000回ぐらいかな。だいたい月間3万5000回ぐらいのペースで来てるんですよ。まあそれをね、まあ、月間10万回までちょっと上げるといったところですね。正直言ってね、もうついこの間まで夢のような話だと思ってたんですけど、ただね、今となっては結構ね、現実的な夢になってるのかなと思っております。っていうのもね、まあチャンネル登録者数以上にまあコメント数とか高評価数とか再生数がね、本当に異常なぐらい今伸びてきてるんで、あと Twitter とかのフォロワーとかもですね、まあ、YouTube 見たんでぜひフォローしてくださいみたいな感じのことも来たりとか、本当になんかこの2ヶ月で一気に変わってきたんで、このままのペースでいくと1万どころか2万も年内に見えてくるんじゃないかとか、まあそんな妄想を抱きつつ頑張っております。まあさすがにね、2万人はちょっとね、まあ冗談っていうのもね、半分ぐらい入ってるけど、1万人に関しては本気でね、やっていこうかと思ってるので、まあね、もう目標を掲げたからにはね、立ち止まれないんで頑張っていこうかと思いますのでね。まあ、だけど1万人でも相当難しいよな。だって今2000人ぐらいでしょ。じゃあさ、あと何ヶ月？あと4ヶ月ぐらいでさ、あと8000人増やさないといけないんでしょ。絶対ではないけど、かなり厳しいよな、現実的には。ただまあ、不可能ではないけども。まあそこに関してはね、視聴者さんの力を借りないと難しいかなと思います。まあなのでね、ぜひ、まあこのチャンネルがいいなと思ったら、まあ口コミとかね、まあツイッターとかで宣伝とかしてもらえたら本当ありがたいです。まあそこに関してはね、ただ自分がね、まあいかにね、面白い動画とかね、有益な動画を上げられるのかっていうのが、やっぱその一番の問題になってくると思うので、まずはね、そこもしっかりと意識してやっていこうかと思います。あとはね、投稿頻度とかもできるだけ早めて、で、しっかりとやっていくっていったところです。さて、ラストレースなんで、最後ぐらいちょっとちゃんと実況しますか。で、レインボーロードっていったところですね、ラストレースは。ちなみにね、6レース目ですよね、これ。もう雑談してて、忘れちゃった、何戦目か。あ、そっか、今回4戦じゃなくて6戦なんだね。6戦って長いよね、動画的にはなんか4戦の方がありがたいんだけど。多分ね、6戦にしちゃうと、まだちょっと編集してないんですけども、10分以上超えちゃうんでね、まあできればその動画上げるときは、まあ見やすさとかも重視したいんで、まあ10分以内とかを目安にいつも作ってますね。そもそもね、10分以上で仮にね、動画を作ったとしても、おそらくね、みんなあまり見ないんじゃないのかなと思ってるんですよ。まあ見ないっていうのも最後まで見ないって言ったことですね。まあ僕もね、まあ、めちゃくちゃ好きなね、実況者のもの以外はね、最後まで見ないんでね、その10分以上とかになっちゃうと。まあ、そう考えたときに、じゃあもう5分から7分ぐらいが一番いいんじゃないかなと思いますね。まあ、そこに関してはね、人によると思うんですけどね。まあ、10分ぐらいが一番いいよっていう人がいたりとか。まあ、逆にね、5分ぐらいが一番見やすいよっていう人がいたりとか。まあ、はじめ社長とかのね、動画をね、結構僕見てるんですよ。まあ見てるとね、まあ大体ね、あの人5分前後ぐらいの動画が多いじゃないですか。あとはね、ヒカキンさんとかもそうですし、まあそういったね、やっぱりその伸びてる人の動画を参考にしたら、やっぱそういった時間がね、一番多いんで、僕もね、そういったところを心がけて最近はね、やってますね。そしてね、ファイナルレースですけど、まあかなり不調ですね。順位は8位。で、トリプルキノコと。ちょっと厳しいな、これは。まあどうにかこわーっとそこでサンダーはないわもう。あかんわそれは。さすがにそれはいかん。この終盤の時に。ああ、最後にトゲゾバいらんわ。このタイミングで。ダメですね。9位ですね、これ。おーっと、やば。キラーが来てる。おーし。あれ ?8 位 ?8 位か。よかったです、よかったです。まあ、最終的には総合4位で。で、青チームの中では2位ですね。で、赤チームにはちょっと負けてしまったと。
いった結果に今回なっております。ご視聴のほどありがとうございました。動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また社畜チャンネルのリスナーさんの通称は社畜なので、ツイッターの名前または概要欄に記載していただければ幸いです。よろしくお願いいたします。